ほいと。ボール取ってなくていい。いや普通に考えて時間だから取ってなかった。ナイシュー健太郎、クビ入ったってこと。取ってなかったし、ちくっと入ったからっていうの忘れちゃった。そうてか絶対強いで長さぐらいって言って、それで2人で行ったけど分析かね。こっち行けと思います。左左右右右右緊張して飾ってましたね。失礼しました。悪いですね。聞いてちゃった。もしかしてあれ聞いてちゃった。じゃあちょっと10分間交代して。あのキーパー絶対贅沢する。デブになってた。普通にもう端っこ打ったら入るでしょ。端っこ緩いボールでも端っこ打ったら入る。今構えてる。上でしょ、絶対ビキは俺になって前のやつ緊張してるよね。次俺ってアホやがやってきた。ゆうゆうやってきた。これでまうやろ。パスのチケット左、はい、下ね右右右右右右右。やっぱね、体の内にこう入れてた人間みたいな。マジか、俺蹴る、ね、俺蹴るの右っすよ。うーん、これです。小学校の時は PK 蹴らされてたんですよ、向こう側の試合とかでも。あうまいっすか。徳島なんとかなっつった。次はそう、上がりそうです。